ウィリアム・ワシントンは、アメリカ独立戦争中の南部戦線で活躍した、騎兵士官である。独立戦争後に神聖なったアメリカ合衆国では、最終的に順症の位まで進んだ。ワシントンは、バージニア植民地のスタッフ,フォード軍で生まれた、運動神経が良く、活力に富み、6フィートの身長に怪やししつきの良い、体をしていた。ワシントンは、 ベイリー・ワシントンとキャサリーン・ストローク・ワシントン夫妻の長男として生まれた。ウィリアム・ワシントンは南部の農園主の教育法で育てられ、紳士となることの価値を認めていた。ワシントンはバージニアのスチュアート牧師に教育を受けた。ギリシャ語を学び、進学を勉強して教会に使えるだけの素養を身につけた。しかし、生殖に就く代わりに聖書を横に置いて、 イギリスに対する独立戦争に参戦することになった。ワシントンは1775年9月12日にスタッフ,フォード軍民兵隊の隊員に選ばれ、その中隊は1776年2月25日に大陸軍の第三バージニア連隊に組み込まれた。ウイジンは1776年9月14日のハーレムハイツの戦いであったが、この時敵のマスケット銃弾が当たり負傷した。 この年遅く、部隊を率いて北方にいたり、ナサニエルグリーンの下に入って、トレントンの戦いで功績を挙げた。ワシントンは、ドイツ人傭兵部隊の防御策に突撃をかけ、同じ中隊のジェームズ・モンロー注意と共に、キングストリートにあった敵の大砲2門を捕獲した。この戦闘でもワシントンは手を負傷したが、総司令官のジョージ・ワシントン将軍からは感謝の言葉をもらった。 ワシントンは他にもいくつかの戦闘に参戦したが、これらは不評体の戦闘であった。ワシントンは、騎兵隊の指揮を任された。1777年1月27日、ワシントンは少佐に昇進し、第4大陸軍系総流騎兵隊に配属となった。その後すぐに、ジョージ・ベイラー大佐の第3大陸軍系総流騎兵隊に転属され、その、副官となった。 第3系総流機兵隊は1778年9月27日から28日にかけてニュージャージーのリバーベールとオールドタッペンにおけるベーラーの虐殺と呼ばれる戦闘でイギリス軍に散々に敗れた。この虐殺で殺されも捕まりもしなかったのはわずか55名だった。これで衰えてしまった式を回復させ、1778年11月20日に、 ワシントンは中佐に昇進し、第三軽装流機兵隊の指揮を任されることになった。この後、ワシントンの部隊は南部戦線に転進し、チャールストンにいたベンジャミン・リンカーン少将の愛国者軍に合流した。1780年3月、ワシントンの部隊は敵の進軍に対して偵察、警戒を行うため、少数の部隊と共にサウスカロライナのモンクスコーナーの近くに派遣された。 3月26日、ワシントンはその頃恐れられていたバナスタータールトン、中佐の指揮するイギリス軍部隊と、ストの川のランタウェル橋で初めて遭遇した。この時は、ラトリッチのプランテーションでの戦いの間に、アシュレー川でワシントンは、タールトンの隆起兵隊と不評隊を任した。タールトンは4月14日のモンクスコーナーの戦いでは、大陸軍のフーガー将軍を打ち破り、 ワシントンは残った兵を連れてサンティー川を渡り、逃げ延びた。5月5日、ワシントンの部隊は、レナズフェリーで再度破れた。大陸軍南部戦線の主力部隊は、8月16日のキャムデンの戦いで大敗し、南部はイギリス軍の支配下に入った。ワシントンは、ダニエル・モーガン将軍の指揮下に入り、サウスカロライナの西部で行われた、いくつかの戦いに参戦した。 ワシントンはこの時二度大きな成果を上げた。一度目は12月4日、キャムデンの近くルージリーズミルの占領であり、二度目は12月27日から31日にかけてリトルリバーチックのハモンドの店で略奪していた応答派兵を破ったことであった。ルージリーズミルでは60名の物体を連れて、100名以上で取り出かした家屋を守っていた応答派兵を脅して、 一発の銃弾も放たずに降伏させた。ワシントンの兵士たちは木の幹を積み上げ大砲のように見せて正門の前に置き降伏を要求した。ハモンドの店では250名のジョージア王党派兵に攻撃を仕掛け150名を死傷させ40名を捕虜に取った。このイギリス側の敗北でタールトンとその悪評の高いグリーンドラグーンズは ワシントンとモーガン将軍を追いかけることになり、カウペンスの戦いにつながった。1781年1月17日、カウペンスの戦いが起こった。ワシントンの率いる80名の竜騎兵部隊は、ジョージアの45名の騎乗不評とともに、イギリス軍が劣勢となった頃合いにその後方と右翼をついた。この攻撃が、戦いの行方を決定づけ大陸軍の大勝利となった。 タールトンが退却しかけた時にワシントンの部隊が迫った。イギリス兵と大陸軍は正面から戦闘に入った。サーベルを振るっての戦いの最中にワシントンはタールトンの右手に傷を負わせたがタールトンはワシントンの膝を狙ってピストルを放ちワシントンの馬を傷つけた。タールトンはうまく逃げを押せた。ワシントンがカウペンスで示した勇敢さと勝利に対し大陸会議は トマス・ジェファーソンの指示で銀メダルを送った。このメダルはワシントンの生涯における宝となった。カウペンスの戦いの後、ワシントンの騎兵隊はチャールズ・コーンウォリス率いるイギリス軍を釘付けにすることにより、グリーン将軍の部隊がバージニアの弾側へ撤退するのを助けた。さらにその後、グリーンとワシントンはノースカロライナに戻って、 大陸軍南部戦線の前衛部隊の役割を果たした1781年3月15日、ギルフォード軍庁舎の戦いが起こったグリーン将軍とコーンウォリス将軍の対決であった。この時、戦場における大陸軍の連絡不手際で命令もなしに大陸軍は撤退することになったが、これは戦闘中にワシントンが落とした帽子を拾うために馬を降りたために、 彼の部隊の兵士がワシントンを見失ったことに起因しており、そのためにワシントンの騎兵隊の攻撃でコーンウォリスを捕まえる機会を逃してしまった。1781年4月25日、ホブカークヒルの戦いが起こった。グリーン将軍の部隊がロードン将軍指揮するイギリス軍の攻撃を受けた。ワシントンはロードンの側面を攻撃するよう命令を受けたが、側面に回り込むことができず。 主戦場に参加することになった。結局グリーン将軍は撤退し、勝利は得られなかった。戦闘後にワシントンが側面をつけなかったことに加えて、ワシントンの部隊がイギリス軍の戦列の背後で略奪に及び戦利品を集めていたという報告もあり、ワシントンの軍人としての評判が落ちてしまったと言われる。1781年9月8日、ユートースプリングスの戦いが起こった。 これは新南部での最後の戦闘であり、ワシントンにとっても最後の戦いとなった。戦いの最中、グリーン将軍がワシントンに言うークリーク沿いにある、ヤブの中にいるイギリス部隊を攻撃するよう命令した。攻撃に向かうとヤブに遮られて攻撃が難しく、敵の小部隊が激しく反撃してきた。ワシントンは馬を撃たれて、馬と共に倒れ下敷きになってしまい。 イギリス兵の銃剣攻撃にさらされることになった。ワシントンは捕虜となり、独立戦争が終わるまでチャールストンに囚われていた。イギリス軍南部方面軍の指揮官コーンウォリスは後に、ウィリアム・ワシントン大佐より攻撃が恐ろしい、騎兵隊指揮官はいないだろうと語った。1782年4月21日、ワシントンはサウスカロライナ、サンディヒルのジェーン・エリオットと結婚した。 ワシントンとジェーンは、ジェーンが連帯機を作って連帯に持参した時に出会った。その方は、ワシントンがカウペンスからユートースプリングまで舞台に帯同した。終戦後、二人はサンディヒルプランテーションに住んで農作に励み、サラブレトバを育てた。ワシントンは1787年から1804年まで衆議会議員となり、州知事への就任を壊われたが、彼自身の言葉で、 カロライナ生まれではないので断った。ワシントンは1794年にサウスカロライナ州民兵の第7旅団の旅団長も務めた。1798年のフランスとの海戦が起こった時、前大統領ジョージ・ワシントンはその時の大統領ジョン・アダムズによりアメリカ軍司令官に任命された。ジョージ・ワシントンはウィリアム・ワシントンに将軍の任務と参謀に入るように要請し、 ウィリアム・ワシントンはアメリカ軍順将となった。この職を1798年から1800年6月15日まで務め、サウスカロライナとジョージアの防衛に当たった。ワシントンは長い病の後1810年3月6日58歳で亡くなった。ワシントンはサンディヒルの近くのプランテーション、ライブ多くに埋葬された。後には妻と息子一人、娘一人が残された。 この娘は、バージニア州知事アレクサンダースポッツウッドの孫、アレクサンダースポッツウッド将軍と結婚した。ありがとうございます。